夏木マリは、日本の女優、歌手。旧芸名及び旧姓は、中島淳子。東京都豊島区池袋、びっくりガード近くのヌカリア病院で生まれる。小学校3年から、埼玉県大宮市で育ち、県内の小中学校、豊島岡城市学園高校を卒業。1971年、19歳の時に、本名の中島淳子名義で、小さな恋にて、 歌手デビュー。ジャニス・ジョプリンのような曲を歌いたかったが、希望は受け入れられず、青春派アイドルとしてデビューした。しかしあまり注目されず、キャバレー周りの日々が続く、不遇の時代を過ごす。1973年21歳の時に、夏気まり名義で、絹の靴下を発表し、再デビュー。6月のデビューで、夏に決名王から由来した芸名だったため本人は、 嫌だったというが、妖艶な振り付けや、フィンガーアクションが盛り込まれた同曲は、大ヒットした。その後各曲の歌番組に続けて出演するなど、多忙な日々を過ごすが、定式蘇生貧血で3ヶ月の入院を余儀なくされ、復帰した時には、仕事が激減し、再びキャバレー周りの生活に逆戻りしてしまう。ヌードダンサーが踊るレビュー賞小屋での仕事中、演劇を仕事としている観客に、 舞台出演に誘われ、舞台の仕事を始める。1990年に単身ニューヨークへ行き、自分も何かを発信してみたいと思うようになる。そして1993年、企画から構成、演出、出演まで全てを手掛ける舞台表現、印象派を発表。以降、2006年のボリューム8までで9作品80以上のステージを重ね、国内は元より、 ドイツ、フランス、イギリス、ポーランドでも公演を行い、高い評価を得た。1995年、小西康ー・シビからのアプローチを受け、ミニアルバム、9月のマリオ発表。2006年、ブルースバンド、ジビエジュ・マリエを結成。アルバムのプロモーションビデオの監督も務める。2007年、パーカッショニストの斉藤信と交際中であると発表し、 夏キはこれをフランスコンと表現し、席にこだわらないことを明かしている。2008年、自らが主催するパフォーマンス集団、マリ・ナツキテアウォー、マリ・ナツキテロワールを立ち上げ、東京都現代美術館でのイントランジット公演を経て、2009年、一人で全てを手掛けてきた印象派から集団での創作へと進化させた印象派2を発表。ボリューム1。 私たちの赤ずきんを上演する。2010年支援活動ワンオブラブプロジェクトをスタート。バラと音楽のこのプロジェクトはその収益を途上国の働く女性と子供たちに支援している。毎年6月21日に開催されるギグには様々なアーティストも参加している。2011年5月に斎藤と入籍していたことを26日に発表。2015年 キャリア44年目、62歳で、初めての全国ライブハウスツアー、夏木マリマジカルミーティングツアーライブトーク2015を観光する。2016年、カハラトモミ、土屋アンナ、シシドカフカ、リリコと女性コーラスユニットローゼスを結成。2018年、レザーブランドバリーのキュレーターに就任。夏木という漢字と鉱物のリンゴをイメージした。 オリジナルロゴが作られたことや、自身がプロデュースするイベントを夏と冬に2回分けて行うことが発表された。うどん店、るとんたんのプロデュースを行っているとよく誤解され、都市伝説化しているが、これについて本人は東京のお店の経営者と知り合いだったため、オープンする時に BGM など手伝っただけで、私のお店じゃないときっぱり否定している。 夫婦揃って、阪神タイガースのファン。旅行が好きで、2016年には、HIS ヨーロッパ新善大使にも就任した。2006年3月、ブルースバンド、ジビエジュ、マリエのボーカルとして ABEX よりデビュー。ありがとうございます。